本日の動画、和柄のお香立て、紹介。金沢市は久しぶりの晴れ。北陸の冬場の晴れは本当に貴重です。それぐらい珍しいです。今年は暖冬なのか、寒さもそれほどではなく過ごしやすい冬です。今現在、金沢は観光客が本当に少なく空いているので、混雑が苦手な方にはおすすめです。今が狙い目。本日は和柄のお香立てをご紹介。柄の種類も多いので、気に入ったものが見つかると思います。お土産にも最適だよ。和柄の香立てを見てみよう。アロマ工房拓也へ行こう。いらっしゃいませ。ようこそ香りの世界へ。店舗奥右側中段、和柄お香立て各種。さまざまな柄と種類があります。この後紹介します。チャンネル登録してね。いいねもしてね。和柄のお香立て各種。小判型の和柄香立てです。少し穴は小さめです。太めのお香は厳しいかも。こんな感じで楽しめます。大きさもコンパクトでグッド。和柄香立て四角型。こちらも和柄で四角型で9種類の柄があります。穴の大きさは理想的。どんなお香でも入ると思います。座布団型で可愛い。和柄香立て丸型。設置面はフラットなので転がることはありません。思ったより大きめです。まん丸が並ぶと結構可愛いです。可愛い。動物香立て犬猫。犬には骨、猫には魚という定番柄。背中がなんとも愛らしい。香立ての穴は貫通しててちょうどいい大きさです。いろいろな動物の中でも犬猫は特に人気です。以上、全部紹介しました。これから和柄香立てのショータイムを始めます。そのために今回こちらを用意しました。ターンテーブル。シンプルなターンテーブルです。これで和柄香立てショーを開催します。電池 USB で駆動して正回転半回転もできます。チャンネル登録してね。コメントもしてね。和柄香立て丸型正回転。結構丸型は可愛いので、すでに何点か売り切れました。次回入荷はいつになるか未定なので、気になる方はお早めに。香立てショーはなかなかないですよ。それでは今から各香立てを美しい BGM とともにご覧くださいませ。
すべて紹介し終えました。長時間動画ご視聴ありがとうございました。おまけも見てね。チャンネル登録してね。コメントください。逆だよ。やり直し。ガーナ特納ガトーショコラ。1月23日に販売開始で話題になっていましたので購入。バレンタインデーも近いからかな。結構話題になっていました。とにかくあのガーナチョコが練り込まれている感じがします。チョコたっぷりマーク、これは期待。カロリーは144キロカロリー。この大きさにしては重厚感を期待。洋酒を使用しているとのことで、大人のお菓子感の演出も期待。それでは実食レビュー。外側、見た目はめちゃくちゃしっとりしていて半生なチョコケーキです。中には生チョコが入っている感じのねっとり濃厚なチョコレートケーキでした。洋酒が少し入っているとのことで大人のチョコレートケーキでした。チョコレート好きにはたまりません。おすすめ。ついでにやってみた。今後商品レビューの際にはこのターンテーブルを活用します。この特納ガトーショコラはバレンタインプレゼントにもおすすめかも。長時間動画ご視聴ありがとうございました。また見てね。